コメント返しです。コメントありがとうございます。リンゴが赤くなれば医者が青くなるさん。はい。アルバムリスキーのギミオラブの回ですね。ギミオラブは97年のファイアボールツアーで赤井さんと松本さんの感想での掛け合いが印象的でしたと。ヤマハアティチュードのハイポジションにチョーキングして弾いていたベースソロがかっこよかったですと。はい。音源はコーリングセカンドビートで聞きますね。これは、あれですね。東京ドームで2回やって、1日目に僕が4カウントのところ2カウントで、間違えて出て使い物にならなかった松本さんに言われたという曰くつきのやつですよね。それも頭だけ変えればいいんだけどね、うん、それよりもこの方のそのリンゴが赤くなれば医者が青くなるっていうのはなんかこのことわざ学芸なんか、これ自体はなんか学芸なんだろうなと思うけど全然知らなくて、今調べてみたんですよね。何でも調べるんで僕。そうするとなんかこう、トマトが赤くなると医者が青くなるとかね、なんか、柿が赤くなると医者が青くなるとかいっぱいあるらしいんですけど、まあちょっと見ただけですけど、とりあえずだからそうやってなんか栄養があるものを食べると医者がいらないっていう意味なのかな。それがそういう時期になると、季節がいいから体調が良くなるっていう意味なのか、どっちなんですか、両方かな、きっと。まあでも本来はだからそういうなんか食べ物が良くなるとっていう、医者が青くなるっていう。まあね、基本的にはそのっていうのもね、だからね、食わないといけないんで、もうどんどんその特に大きい製薬会社とか、ああいうふうなところっていうのは、その新しい薬を作るのにものすごくお金がかかるわけなんですよ。別に薬なんかね、飲んだところで何も治らないんですけども、基本的に自然治癒力だけだったりとか、まあ例えばだから、交通事故とかでね、なんか怪我してそこ血止めたりとかね、そういうのはまだいいかなと思うんですけどもね、その薬を飲んで、まあだからそこでね、過労しないようにとかね、そういうのもいいとは思うんですけどもね、まあ、そんな話ではないか。ヤマハアティテュードのハイポジションをチョーキングしてね、はい、アティテュードのベースはね、この時は確か野外、球場ツアーで野外だったから、雨に降られてもいいように、オールドのフェンダーとかを持ち歩かないで、なんか原稿、いつでも買えるモデルをとかっつって、その時に、ビリー・シーンは、まあ僕、好きなベーシストいっぱいいるんですけども、その中でも、このヤマハのアティテュードっていうのが、まあ、プレシジョンベースに近い感じ。で、まあ、ヤマハのベースって基本的にすごくクオリティ高いんで、それを使ってですね、ただ人のベースはね、だから、背むちゃくちゃ高いじゃないですか、一回だけお会いしたっていうから見かけたことあるんですけども、ものすごい背高いから、手も大きいし、手比べたことないですけども、チャックレーニーとかってやったことありますけどね、僕の手がこれぐらいで、チャックレーニーの指ね、これぐらいありましたよ。僕の指この長さでしょ。これくらいはあったかな、なんか。で、まあ僕より背高いんですけども、僕の身長だったら手小さい方だって言ってましたからね。だから、ロンカーターとかもっと長いんでしょうね。だから、そういう人たち用にこう、作ってる楽器なんで、西洋の楽器っていうか、特にその、北ヨーロッパの人たち、あの辺の人種の人たち。だからきっとイタリアとかあの辺の人たちとかは、そんなに僕らと身長とか変わんないし、別に手もだから同じぐらいなのかなって、イタリア行った時に比べたことないかわかんないですけども、とりあえず身長はね、本当にイタリアのミラノ空港に降り立った時には、僕と同じ身長だったりとかして、で、その前の、ミュンヘン空港でトランジットだったので、その時はもう、女の子とかもみんな僕より上でしたからね、なんかもう僕、穴の中にいたみたいな雰囲気、172センチですけどっていう風な感じだったんでね。だからきっとバイオリンとかで小さいんじゃないですか。こうチェロとかでもね、そんな大きくないから。でウッドベースとかはあれはバイオリン族とかは違う楽器だったりするんで、形がちょっと違うんですけども、チューニングも違うしっていうので、おそらくどうなんだろうな、北の方なんだろうなきっとな、なんかそんな気がしますけども、だからこうごついんですよね。だからすっごい弾きづらくてなんですけどもね、なんかあの頃はもう思いっきり元気だったから何でも弾けたんで、まあ今でも持ってますけど、これと赤いジャズベイと2つしか今持ってないですね。あと全部あげちゃいました、いろんな人に。一番直近ではナイスブルースツアーの時に使ってたプレシジョンベースとかは今マカロニエンピシのベースのやつが持ってます。はい、松本さんとの演奏の掛け合いね、やったような気もなんとなくしますね。なんか、チクキャー、チクカッカーとかって、キャンリンリン、なんか、何やったんだろうな、なんか、とりあえず全部アドリブなんで、その時の出任せで弾いてるだけだから、気分。はい、そんな感じです。なんで、コーリングのね、セカンドビートにね、入ってたような気がしますね。はい。そんな感じで、リンゴが赤くなれば、医者が青くなるっていうのもね、なかなか深い言葉ですね。いいハンドルネームで、だと思います。はい、ありがとうございます。